はい、パスタトレーナーのゆうじです。今日はふくらはぎは一点集中でキレを作るということでやっていきたいんですけれども、まあ、まだまだね、暑い日が続いてね、僕なんかね、多分1年の半分以上ハーフパンツで過ごしてるんですよ。長いズボンは年の半分も履いてないですね。ちょっと暑がりなんでね、ハーフパンツが多いんですけれども、まあ、ふくらはぎをね鍛えてる人は意外と少ないんじゃないかな。やっぱり上半身のこの辺やってる、まあ、スクワットとかやると思いますが、ふくらはぎをちゃんとトレーニングに入れてる人は少ないような気がします。まあ、なぜ少ないのかという、まあ、もちろん疑問があります。まあ、今僕タンクトップですけれども、まあ、T シャツを着てれば腕はもうここまで見えないですね。まあ、太きら太りね、パツパツで見えますけれども、まあ、ハーフパンツ履いてればふくらはぎはすごく見えますので、夏にはね、暖かい時期にはハーフパンツ履いてれば腕と同じぐらい見られてるんですね。正面から見てないかもしれないですけど、歩いてる時に後ろからね、人が見てる時にはふくらはぎだけが見えるわけであって、逆に言えば腕よりもよく見えるわけですよ、ハーフパンツで歩いてればね。なのでそういったね、僕はに美は細部に宿ると言ってますけれども、そういう細かい点、見えない点も、自分がね見えない点もきちんとやっていくことで、あ、かっこいいなっていうオーラが体全体に出てくるんで、そういう肩の後ろだとか背中もあらゆる角度とか、お尻とかこういうふくらはぎ、そういうところもね、すごく気を使ってやってほしいんですけど、僕は必ずこのふくらはぎのトレーニングも毎週毎週入れてるわけです。で、ふくらはぎですね、ふくらはぎの形ですけれども、やっぱりキレがあるとすごくかっこいいです。でかいとかどうとかじゃなくて、上に少しボリュームがあって下がシュッとなって、そして、それぞれにキレがあるとすごくかっこいいふくらはぎになってくるわけですけれども、まずふくらはぎのエクササイズを行うにあたって、僕は2点気をつけてます。1点が、僕は裸足でやるということ。マシンは使わないで、段差でかかとをね、上げ下げするんですけれども、その時に、まあ、通常ね、ちょっとジムにこの少しこのぐらいの四角い箱があって、その上で、両足乗っけてスミスマシンで上下することもあれば、そういうスミスマシンが埋まってればその箱だけ壁際に持ってって、台の上に乗ってダンベルをね、片方だけ持って片足でかかとを上げ下げするふくらはぎっていうのをやったりするんですけれども、その時に僕は靴は履かないです。靴を履くと、ベッドの上とかでこう腹筋のクランチとかやったことありますかね。あれね、腹筋をね、ベッドの上でやると下にね、ギュギュへこんじゃって、クッションにへこんじゃって、あんまり腹筋に効いた気がしないんですね。あんまりダイレクトが来ないです。逃げてる感じがあるんですよ。だからふくらはぎやる時もシューズは履いてる、どうしてもクッションがあるので、そのクッションの感じがあるとピョッとやっぱり逃げちゃうんですね。その力が逃げてしまうので、僕はそのクッションを使わないために裸足でやってる、まあ、ソックスは履いてますけれども、シューズは脱いでやってるというのが一つで、もう一個は今回のテーマの、一点集中ということです。まあ、この一点集中ってどういうことかというと、その今の、裸足の状態でカーフレーズ、両足でも片足でも同じです。母子球だけに、負荷を乗っけて、そこだけ押して降りてやっていくと、そこのしか体重をかけてない、そこを支点にしてやっていくということですね。これは常にやっていきます。母子球っていうのは、足のね、親指の付け根の関節ですけれども、小指側のね、小子球には乗っけない、そっちに流れていかないということです。で、そこにで、まあ、これ片足でも両足でも同じなんですけれども、母子球で押して上がって、降りた時も母子球に体重負荷を乗っけたまま、水平か水平よりちょっと下まで下ろしていく、母子球でを支点にしてかかとを上げていく感じで、この時に高く上げようと思うと膝が曲がったり、膝が曲がったりね、膝キュッと曲がったり、重心これが前に行ってこういう感じになると収縮してない形になってしまうので、この真上にある、ね、かかとの真上に膝、そしてお尻があるようにするために膝は曲がらないし、お尻が前に出るよりはちょっと後ろに出し気味でやった方がいいです。スミスマシンでも同じし、片足でもちょっとお尻が後ろに出てるかなっていうぐらいのところでずっとやってた方がギュッという締まりがありますね。で、その時に母子球を押したままで上がって、母子球を押したまま降りて、降りた時にも母子球が浮かないです。母子球を支点にして押したままのギリギリのところまで降りて、そこから上に、上がってくると母子球を押したまま、上がった時、これ小指側の小子球のうちだとこうギュッとこう逃げちゃうんですね。少し逃げちゃうんです、外側に。
そうするとあんまり収縮しない。母子球を押してるとかなりギュッと一番入ったところに行きます。そのギュッと入った感覚を使いながら下ろしていきたい。ネガティブでね、抵抗しながら下ろしていきたいので、その時の母子球を押したままで下りていくという感じで、母子球を押して母子球を押したまで引き伸ばしながら下りてくるという繰り返しになってきます。これを、1セットね、20回から30回というちょっと回数多めでふくらはぎの場合にはやっていきます。ふくらはぎはね、反復運動に強い筋肉で、歩いたり走ったりね、ずっと古代の頃からね、やってるわけで、ずっとね、もう本当に人間が、猿だったような時代からそれをやってるわけで、すごく反復運動に、強いので、少し回数多めの刺激を与えていた方が反応がいいです。ですから20回とか30回で、ギリギリ、かなり熱くなるような、もう上がらないってなるような重さに設定しながらやってほしいです。なので、裸足でやっていくということ、それから母子球で押して母子球で下りていく、母子球だけに負荷をかけて、小指の、ね、小指球はちょっと浮いてる感じでも構わないので、そこだけでギュ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 やっていく。あとはもうこのお尻のところですね、出したりしないようにやりながらやっていく。この母子球に押して一点収縮やっていくと、ギュッとね、形が良くなってきますので、そこのポイントを忘れないで、締まり感、そしてそのを使いながら降りていく抵抗感を感じながらふくらはぎやってみてください。そうするともうね、ハーフパンツから出る、ふくらはぎ必ずかっこよくなってきて、おっとなりますからね。腕ばっかりじゃないですよ、本当にね、体全身でやっぱりアピールしてほしいなと思います。はい、パーソナルトレーナーのゆうじでした。